はようございます。おはようございます。もうお前、俺、お前一番可愛かったけど、もう次に可愛いやつ見ちゃったから。ストレス？あいつ、やけや。いやいや、僕の動けますよ。動くから関係ないよ、お前。それが可愛いじゃないよ。動画をお楽しみの皆さん、よし、ありがとうございます。ちょっとあの宣伝告知になるんですけど、今回12月12日夕方の5時から名古屋で富食限定の名刺交換会で、これは取引したい人、されたい人っていうかな、元請け、下請け、ちょっといろいろ集めて、すっごい飛び職足りてないんで、やろうと思ってます。詳しくは、概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あと、なお、今後ね、これ、12月過ぎて、今年過ぎても、いつでも、今後これ、定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方は、ぜひ、興味あったら、名刺交換会、セミナー、なんだろうな、マッチング系、まあ外壁塗装とか塗装屋さんとか防水屋さんとか、いろいろ建設業に特化していろんなイベントやって、みんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますんで、ぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。おい、橋場。はい。安全帯問題解決したな。結構やっとんな。そうっすね、もう今、寝がらみ組んでたんで。あ、網外してたの。そうっす。後からつけるのか。そうっす。視聴者の皆さん、いろいろ騒動があって、まあ、安全帯、YouTube で安全帯をやっぱり使ってないっていうのはやっぱり良くないっていう。そうっす。うん、まあ、いろいろ意見はあると思うんだよね、視聴者も。まあ、コメント欄はすごい安全帯使えとかいっぱい来とるけど、まあ、戸建てやっとる子たちなんかいろいろあると思う意見。はい。だけど、やっぱ、配信していく以上、まあ、模範にならなきゃいけないじゃん。はい。うん、だから、まあ、だったら、まあ、YouTube やめるか、安全帯きっちり使っていくか、どんなちっちゃな物件でもね。そうですね。うん、でやっていこうってなって、どういうふうに決めたんだっけ？外部だとやっぱ大きいところだと、まあ、当たり前に使って、うん、そうそう、うちだって半分以上は外だろ。そう、外部、ね、二階道場の戸建て、アパート、マンション、二階道場の仕事は二階道場の仕事、はい、で外部の仕事は新築とか。そうですね。何千平米、3000平米とか5000平米とか、特に1万平米かなんかもあるから、たまたま。あります。あれ、なくなったんですか？いや、1万平米あります。あ、暇とんなる。はい。1万平米やで、はい、何がすごいって。俺、足場材持ってるのがすげえ。すごいっす。あんしゃんちゃんしゃぶしゃにちゃんちゃん。結構久々にやりましたね。久々だったよな。2週間2週間ぶりぐらいです。そんなに。で、何、安全帯バッチリ使ってる？本当もう使うようにしてますね。あいつは、あいつはお前映ってるぞ、お前映ってるぞ、あいつは。まあ、あれは下なんで、うん、大丈夫です。大丈夫じゃねえな、あいつ。まあもう、若さが、若さで。若さ関係ねえよ、若さの動きじゃない。なんか知り合いが頼まれて人が入っとんだろ。そうっす。使ってくださいって。はい、うん、だけどもう、偉いよ俺。マジで。そうっす。これ動画で使うけど。まあまあやね、安全帯も逆に持ってきてないっていうのは、まあ逆に恥ずかしいわ。そうか、安全帯問題も大変だけどな。でもあえてあれかけとるもんな、きっちり。何も言ってねえよ、ほんと。何も言ってねえ。そうですね。うん、大変だろうな、戸建てだとな。本当もう、効率は下がりますね、でも。まあ下がるよな。戸建てって狭いじゃん。狭いっす。うん、まあ、ある程度はそれはしょうがないちょっとだけどね、でも。労基署の人も。はい。うん、だけど、まあ、まあ、しっかりやっていくって決めたでやっとるんだよね。そうっすね。YouTube やる以上、全国の模範になってくださいって。はい。労基署の偉い人と。検察庁にまで呼び出されてるから俺、いろいろありまして。検察官に怒られたから、ごめんなさいって言いました。その時はその時は結構早めにすいませんでしたって言いました。なんなら入った瞬間に言いました。いやいや、まあまあまあ座ってくださいって言って、先生先生先生って言って、どうかお前様って謝り倒したらなんとか許しまいだけど、だけどまあ二度三度これ同じことやってなかったからさ。そうですね、うん。お前あれ飯交換が来るの？行けるんだったら行きたいです。行きたい？十、はい、ん？12月の12月の12ですね。12？はい。あ、12、12、いいに、いいにの日だ。ね、あれ飯交換がもう何人か決まっとんだろ今。そうですね。で、どういう趣旨っていうか、で、まあ俺らもさ、結構下請けでやらしてもらったり、元請けでやらしてもらったり、はい、練り替え道場の仕事だけじゃなくて、そこでみんなで、まあ、交流会だよな。足場班、俺らも来るだろ？ミッチーも来るだろ？いやもう全員行かせようかなと思ってます僕。全員？いやまだ早いでしょ。ファンタとかも。ああそういうこと？そうっす。あ、全員行って。そっちの方が YouTube で知られてるんで、あっち側もなんかいいかなと思って。ああまあ楽しみになるかな。
でぜひ俺来てほしいのは、大きい会社でさ、足早会社が足りてないとか、はい、うん、そういうのいろんな足早さんでトラック持ってる、材料持ってるとか、手間だけやっとる子とか、いろんな子が集まって、で、まあ、元請けでやる発注側の人とかも集まってくれると面白いかなと思って、そうですね、来てほしいよな。はい、うん、まあ、もちろん安全帯利用するで、名刺がないと絶対来れんでね、はい、名刺だけは持ってみてください。まあ一人親方で名刺ないっていうんだったら、まあ、ある程度連絡してくれるとか、うん、でなんかあの URL かなんか貼ってるんだろ。貼ってあります。でそこになんか入っていけばいけるんだろ、はい、これから本当 SNS の時代だね。そうっすよ、うん、でもどう、 YouTube やっぱ出てどう、仕事ですか。仕事だろ。お、女、じゃあ女なんだよな。じゃあやっぱ女はすごい来るっすね、やっぱそれは YouTube のおかげなのか、お前がかっこいいおかげなのか。 YouTube です。あ、 YouTube です。嘘つくな、お前デラゴーゴしてるらしいよ。俺聞いてるぞ、お前。何、え、マジで俺モテるんだけどとか言ってないっすよ。言ってないっす。お前スナック行ったら一番最初に俺 YouTube やってるんだけどとか言ってるらしいじゃん。まあ言いますね。大体見せとるらしいじゃん。見せますね一発です、一発です。嘘、すごいって言って、はい、だけど俺も見せてるから大丈夫一緒仕事はどう？増えます、やっぱり増えてます。まあまあちょこちょこお客さんは増えてるな。はい、結構でもね、ゼネコンの仕事結構多いよな。ゼネコン最近ばっかっすね。もうそこはもうもちろん二丁掛けだし。そうです。でもうるさいよ。本当うるさいですね。本当やりたくないレベルぐらいしても僕ら。本当。でも、まあ、それがもう今当たり前になってきてるから、はい、それなんで、うん、でも結構大きい、まああんまりここで名前出せんからさ、許可もらってないから。だけど、まあ、今度大きい物件の動画も撮りたいな。これでもクラブ行って、クラブ行って、うん、まあ、新人と安全帯つけてったの。安全帯はない前クラブの安全帯じゃこっちだから、こっちつけてきましたよ。安全柵柵です。安全柵してた一応嘘つくな。財布の中に入れてきました。そのワンナイト行ったの。は行ってないです。 YouTube やってって言った。それは行ってないです。行っただろお前。やばんこがさ、クラブでは行ってないです。ふざっけなお前。クラブでは行ってない。行った。いや本当に行ってないです。そう、爆音のなんか YouTube 見せてこれ俺だよとか言って、正直言ってちょっと見せましたね静かなところで。そう、どうだよ。じゃあ番号貸してデートするの。来週します。楽しいなお前。何歳お前。25です。 25? まあそりゃそうだな。また遊びてえな。で給料多いでな。貯金しようもん。します。もうほんとちょっとっすけど。で月いくら。 2,3 万です。少ねえよお前ほんと。いやでもまだ僕は結婚してないんで使うことがないんで。うん、やっぱ金は使えって僕ミッチー君に教わったんですお前ちょっと使うのは生きる使い方と死ぬ使い方があると。はい、貯めたってお金ってダメだけど、やっぱビジネスマンとして使うのお前女に使うのは違うだろう。まあ、そうブランドも違うじゃん。やっぱ物より思い出というじゃん。はい、だから付き合いとかそういうのに金使ってたら帰ってくるけど、はいはい、まあ違うわよ。いつも同じメンバーで協力してるだけだから。そうっすね。それ付き合いじゃねえかよ。まあ、仲間の付き合いはいいかもしれんけど、それ外出るのはもうちょっと。俺もだって外ばっかり行ったもんな。はい、飛びやっとる時もやっぱ現場で知り合ったらいろんな人に行きましょうよって。そういうのやってる。女の子を広めてます女の子やめてキャバクラでもやるんかお前キャバクラか、はい、嘘。女の子の顔を広げてる。そうです。 YouTube の友達を増やすために。そうです。いや本当にでも教えて言ってますよプラスは。そんな知りづらいな。それは仕事ですよ。あ、いいねしろよって言って、はい、いいねとかコメントとか。どうやお前ほんと正直言ってないの。別にやるから、はい、やっぱ頑張ってる人やるなとか現場で結構あるじゃん。今一人やから全部ゼネコンって入れんのか。いや入れるですよ。あの本当にとかあっち系だともう絶対無理ですよ。入れんだろ。ああサブコンみたいなところぐらいやったら。そうっす。一人やからでもスーパーゼネコンも絶対入れないです。なかなか今厳しいね。まあ視聴者の人も知ってると思うけど、まあ安全帯とかもう俺らの時代からもそうだったけど、ゼネコンは一応おかげで本当あの双眼鏡で見といて俺らが何回で現場に出るくらい厳しくなったか声がでかいで出る厳しかった言葉あるんだよ俺そんなにですか。そうそう、どの位置がすもんね。まあ親方やっとったかな、もう29で。で、登ったら感じ。安全帯使っとっても登ったかも。足場のブレスから登ってたらもう、元気にしてた。今もそうだろ、安全帯使っとったらダメだろ。はい、階段があってな。階段からっすね。うん、そんな世界だね。まあでもそういうのやって、やっぱうちも今、足場だけで売り上げ取りが月2000万ぐらいだね。2000万。300万。そうですね。300万ぐらい。もっと少ないです。1300万ぐらい。ぐらい毎月あって半分が700万だけど毎月外の仕事だいぶあるよな。だいぶあります。うん、だけど結構ねこうやってつながりつながりでおかげさまでお仕事いただいてるんで、もうやれる、もうやれる。 YouTube でたまに来たりするじゃん。はい、一回会いたいとかさ、話聞きたいとか、ちょっと頼みたいとかあるじゃん。はい、
だけどもうパンパン。今はちょっと落ち着いてきたんで。あ、本当。もうバラシが終わって、うん、大型の。お前でも前お前ら二階堂の仕事全然やってねえらしいじゃん。外注バカ振ってらしい。二階堂の仕事。あのそれ先週までです。は？先週までがちょっとパンパンで。結構ブーイング言っとるよ、ね、二階堂の営業は。山根総統の足場がひどすぎるんだろ。そうですね。あれ動画出た、あれ足場ランキングってやつ。浜野さんのめっちゃいい。まだ。あれめっちゃ良かったよな。それ見て浜田さんのもう足場見ただけで誰の足場か分かる。やっぱトシ君の足場がいいちょっとな。負けたくないですよ。いやだからその辺をちょっと動画にしておいて、こういうのがいいとか、はい、それまた勉強になるかなと思って。あ、そうですか、ね、足場の組み方ランキングでこれから全員トスラインに取ってもらおうかなと思って、はい、何がいいとか悪いとかね、はい、それ面白いなと思うよな、うん、どうしたの足場、どんな風にしていくのお前ら今後、どういう風にしていきたいとか。まあでも人がまあちょっと増えてきて、うん、自社も全部やって、うん、外部も全部やってみたいな、うん、だけどまあ絶対にあれだぞ、自分たちだけでは無理だよ。そうすると忙しい時で暇の時にふわふわになっちゃうから、だからやっぱ外部が常時 2,3 割は応援が入っとる方がベストだと思うんだよな。そうですね、うん、まあそんな感じです。今日は安全帯問題ではクラブで同じだけの問題、はい、クラブじゃなくてクラブか、クラブですね、クラブディスコみたいなとこね、なんか俺ら年代向けのディスコとかまた復活してきましょう。あ、それは知らないです。そうそう、大人向けみたいな。あ、そうですか。30代40代ぐらいが行くディスコ、昔のディスコ、うん、音楽もそういう音楽が流れて、俺はあんまりしてるのわからんからさ、全然あれだけど、まあいいか、こんなもんで今日は。じゃあぜひぜひ来てください。また12月12日12です。足場のイベント、うん、だって、まあ、飯交換会っていう、一応はね、何か目的持ってやった方がいいかなと思って。で、飯も出るし、お酒も出るで。で、まあ、二次会、三次会も、まあ、二次会、三次会いけんけど、まあ、二次会ぐらいだと、まあ、俺多分帰っちゃうと思うけど。そうっすね。誰か、女の子おったら行くけど。誰かおごってくれんから。誰かおごってくれる、お金持ちの人が来たら、ついてきますとか言って、ついてきますんで、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。また見てね。また見てね。